はい、関口洋二郎さんの昭和サイズが21センチです。お願いします。はい、もう見たからに模様いいですね。なんとも言えない絶妙なキレのある模様をしております。はい、ミネが非常に厚いタイプですね。これもこう持ち上げた時に、ほら普通昭和って結構隙があるんですけど、乱れがあるんですけど、上の頭の紅と尾っぽの方の紅、何の狂いもないです。こうひねった時にもやはりこの紅隙ないですね。こちらもしっかり詰まってますね。そして墨も出てきている、墨いい墨出始めてきました。サイドお腹です。まだ出始めなんですけど、しっかりしたシンナーの墨が出てきそうですね。白地もいいですし、パターンがいい。こちらもやっぱり墨次第で、そうですね、大化けしそうですね。これも紅の模様がいいので大化けしそうなイメージがあります。これまた頭の紅の模様がすごいユニークで、目に留まる濃いですね。そしてほとんどもうにじみがないので、これもまたいいですよね。出てくると思いますけどね。もう関口さんの自信たっぷりに墨出るのが聞いたら、墨で出ますよって言ってましたので、あとは飼育次第というかまあその鯉が持ってるね、はい、墨の墨質にもよりますし、その、はい、タイミングもありますし、ね、そうですね、はい、早く出るからといって墨質がいいっていうわけでもないでしょうし、ね、そうですね、はい、やっぱりにも関係してくるコンテストではありますが、はい、じっくり見ていただいて、コメントいただければと思います。こちらサイズの方が21センチになります。ぜひよろしくお願いします。